皆さんこんにちは、ミキです。今回はですね、大変の第2弾ということで、山のふもとの農耕地や林で野鳥を探してきました。今回はとてもカラフルな鳥を含め、日本ではとても見たことがないような、見た目がユニークな鳥たちがたくさん登場します。それではご覧ください。どうぞ。 はい、というわけで本日のタ調いかがだったでしょうか今回はまず最初にインド仏法に出会いましたねやっぱり仏法層というだけあって淡い小豆色や水色青色も入りカラフルでとても美しかったですねまた今回はなんと言っても北笠崎最長も取ることができましたタイでは 1m を優に超える最長もいるのでタイにいる種の中では比較的小柄なんですが。 やっぱりあのバナナを目の前にするとインパクトがすごかったですねくちばしはとても大きいのにとってもちっちゃいものを食べていてなんだかそのギャップが可愛らしかったですね今後もまだまだ見たことがないすごい見た目の鳥がたくさん出てくるので楽しみにしていただけると嬉しいですはいというわけで本日もご視聴ありがとうございました